日は棚橋淳先生が個展のために愛知県瀬戸から来ていただいてます。ちょっと 2,3 ご質問をいたしますのでよろしくお願いいたします。棚橋先生の代表作はオリベとキゼとコゼと3つの釉薬ですけれども、これからもますますチャレンジしていきたいと思うような分野っていうのはございますか？同じものをまだまだやり続けると思うんですけども、はい、キセトは特になかなか奥が深いんで、はい、まだまだ研究する余地はいっぱいあるんですけども、はい、あとオリベとコゼトに関しては今の色合いっていうのをキープしながらやっていこうと思うんですけど、それも原材料っていうのが昔に比べるといろいろ手に入りにくくなってるんで、同じような雰囲気を維持することもなかなか大変なんですけど、そこら辺をしっかりやっていきたいと思ってますけど、難しいでしょうけども、洋編の織部とか、いつも人気なんですけれども、そこでも面白い手記をもっともっとこう繰り出していくっていうことも、洋編はもちろん挑戦するんですけども、あれも、はい、もう洋編なんで、はい、その出たとこ勝負のところもあるんですけども、もちろんそれはやるんですけど、あと手記に関してはもう少しもっと遊んでいいのかなっていうようなことを最近ちょっと思い始めたんで、はい、特にもっと挑戦というか、もっとちょっと崩すぐらいのつもりで、やっていきたいとは思ってます。期待しています。ありがとうございます。あともう一つは、お料理人さんにもとっても人気なのが器ですけれども、棚橋さんにとって器とは料理のどんな存在なんでしょうか？そうですね、結局やっぱり料理を盛る、舞台というかステージっていうことで、邪魔にならず、かといってまた寂しすぎずというか、そういう点でやはり古い石畳とか、ああいう、木片とか、はい、ああいう何とも言えない雰囲気のある歴史が作り出したような、ああいうようなものの上に何気なくお料理でも盛ると、それはそれで雰囲気が出ると思うんで、そういう感じで存在感は料理なんですけども、それ邪魔にならないようにかといってまた寂しすぎないような、そのような材質感、そういうものを大事にしながら作っていきたいと。鑑賞用だけではなくて、用の美としての器、やはり使ってもらってっていうことなんで、なるべく料理が映えるようにかといって料理を邪魔しないように、それは大事なとこかなと思っています。ありがとうございます、また伏見でお会いしましょう。